はい、どうも、スキです。スーパーマリオメーカー2オンライン対戦やっていきたいと思います。この動画はですね、皆様の応援で成り立っております。ぜひぜひ高評価お願いします。それではやっていきましょう。みんなで脱走です。マルチプレイエスケープ。50個にするとってからゴール。スタート、ルイージです。ゴー。おー、違う人見てたけど、俺、途中でルイージに切り替わったからよかった。右側見てたからね、画面の。ルイージーたち、うわ、これ竜巻の兼ね合いで最悪や。竜巻がさ、戦闘の人って竜巻出えへんからさ、損よな。2番手で得してたよね、今。ゴーゴールイージーたちは気絶した。てれ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 。ルイージーたちは、あの竜巻の兼ね合い難しいからな。たまたま2回目で行けたからよかったけど。ルイージーたちは、さあ、無事、成立しましたね。ゲームが。オッケーオッケーオッケー。さあ、扉入ったらどういう光景になっているんでしょうか。お、どうしたらいいんやろ。これ押したら助けてあげれる、そういうことやな。え、押したらどうなの、パコン。あ、抜かされんのか、別に。そうかそう、抜かされやし。VS タークライム、タワー登り。スタート、マリオです。タワー登り。マリオ出た。うわー、これは、青い人が金あったな。うまいもんやで。あ、でもこういう登り捨ては得意やから、青い人がどんだけうまかろうが俺のがうまいわ。騙されたー、知るか、そんなん。くそ、この俺が負けるとはな、タワー登り戦で。信じられへん。一番得意としてんのに。何これ、生か。返し。タワー登りしてはね、得意なんですわ。ゴー、連打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 。ゴー、バトンです。さあ、ま、勝ったやろ。ゴー。さあ、負けんな。もう嫌いじゃん。2、5D のキャッスルキャソー。5D です。カコン。危ない。これ難しいよな。うわぁ、これ難しいって。みんなやられてる。初動で結構難しいっていうね。マリオ止まってる。みんな飲まれたな。Pスイッチ出るな。さあ、急ぎましょう。フラワー出ないかな。出た。さあ、いつ行くか。ちょっと待とう。ゴー。さあ、あー、なんか戦い戦、戦い戦やな。戦い戦っていう、二重申告やけどな。戦い戦っていう、戦いを二重に言うてるからね。やばい、負けへんやろ別に。これでこれで終わりちゃうやろそんな。さあ、左右ちを通って、うわー、大外が正解か。しゃあないな、これは。さあ、まあ、まだボスあると思うんで、クッパ。結構凝っとるからな。結構ガチモンのステージやから。さあ、ボス戦です。猫クッパかな？やべ！やべ！終わる！ゴー！させるかー！ニュースはリブロス。Wii6-4。Wii6-4。ナマステやろうな、おそらく。どんな整理かわかんないですけどね、Wii6-4。ほっ。危ない！うわー、スリーカットです。ルイージアイテム取ったんじゃない？あー、負けましたよ。終わった。終わった。対戦した。まさかやな。そんな簡単に終わるなんか、このゲーム。まあでもそういうもんやからな。また次のマッチングを待つしかない。一回やられたらもう素直に諦めるのが定石や。さあ、まあ、ルイージ赤コイン開通。ルイージ赤コイン関係ないのに赤コインの方入ったって。なんで、ラッキー、勝ち筋あるぞ。おっしゃ、つまずけ。おっしゃおっしゃ、勝った。ルイージ赤コイン関係ないで、Wii64は。
やったー俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。1の2、1の2です。スタート。先行争い2番手の1位中。危なかった。下から行って間のアイテムやな。ここはさあルイージビルダー。やばい、危ねえ。助けてくれたこの子ちゃんが。この子ちゃん命の恩人や。助かった。やつがあれを踏んづけなかったら負けてたからね。あいつビルダー取ったか。取ってないよな。さあじゃあ行きましょうか。うわーなんじゃこれ。行かない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 。戻って戻って。こっから行かれへんで。ほら行かれへん。道が悪い。間勝ち割らなあかん。間ぶち破らなあかんからね。さあ誰がうまくぶち破るか。さあ子猫ちゃんビルダー取って参戦してます。ちょっとどいて。無限ループするつもりか、ルイージ。こらこの俺と俺様と無限ループをするつもりか。マリオ強制です。耐えやがった。やばい、パンチ。あー続いた。いけ、おっしゃトワードスクールタレワールド4の7スクールタレです。スタート。スクールタレ生ツッコミ。よし、あかん、あかーん。よう耐えたなこの子ちゃん。グー。さあルイージフラワーか。あールイージ突っ込む権利あるもんな。俺たちこれちょっと突っ込めねえからな。控えめに入らないと。あ取られるか。あ取られない。逆に俺が取る形になったな。やべ停止されてる。マリオ気絶したやろさすがに。マリオ行った説あんなこれ。逆にどうだ。マリオおった。慎重めに入ってたな。いやもうこれ行くしかないぞ。もうどんどんスピード上げていこう。落ちるな。オッケー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 。追いつかないと負けるからなほんまに。隙与えてしまうと終わりや。ほい、もう行こ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 う。マリオに対して圧かけとかないともう終わる。あいつがなんかまたフラワーとか生産しよるから。やつが出したドッスンを俺がかわしていくという。よしよしよし、圧かけるの成立してるぞ。割といい、いいライン。中間か。勝負やな、しじみとの。ボス戦か。ない。よし、追いついた。圧かけるの成立。よし、ここちょっと待とう。逆にここで、俺はキノコあるという、そういうアドバンテージを提示することによって、マリオはキノコはないから、きつくなるはず。そこを、俺が全貫通で、差し切っていきたい。よし、なんとか抜かしたけど、ボス戦ありそう。くえー。まあ、よう頑張ったよね。ここまでいいレース繰り広げたから、それそれでよかったのかなと思います。あとは最後の兼ね合いやね。ちょうど踏めない。あー、後続殺到。やばい。後続殺到してんねんけど。あー、行かれたな。勝負。勝負。勝負ゴー。よし間に合った。持ち上げないか。うがー。手と手触れ合う瞬間に優しい風が頬を撫でてゆく。高鳴るこの鼓動の一瞬、永遠にできるのは記憶だけ。星空が月を浮かべている。海は憂い揺れて、白金の小舟に揺られ海に溶けてゆく。愛に包まれてゆく。月のようにあなたを照らすから、そっと優しい色でずっとそばにいるよ。わーだ。うわあこれデフォルトやんけ。もうダメだ。この時点で負けや。ゴー。
ゲートの出次第。うわー、結構無理ってなったな。よし、あいつらやれば、ワンチャンある。あー、ルイージ、お前がマリオを外しに置かないと。あー、最悪や、デフォルトや。最後に集中していきましょう。デフォルトコースや。なんかすごいギミック出せよ。うわ、ダイレクト投稿してやがる。任天堂の公式コースを。マリオ勝ち確やん、そんな。抽選やん。オッケー、抽選に勝った。やった。ついに俺はやってのけた子猫ちゃんで勝ったぞ。ビート版怖いけどな。ビート版よりもこっちは早いからね。差し切りはできません。あれが差し切りできるように構築されたらな、もうちょい面白いねんけどな。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。